ちは。ということで本日はですね、スペシャルコラボでございます。どうも、吉本新喜劇のバレリーナ芸人、松浦恵子です。ちょっと、間違いじゃないですか。あ、いやいやいや、場とかないんで。よろしくお願いいたします。お願いします。今回ちょっと会うの初めてということで、はい、初めましての感じはこちらの、そう、私の方のチャンネルで動画上げたので本当に一発目の動画なんです。はい、なので本日はですね、まあ、軽くまあ自己紹介も含めながら僕がこう踏み込んだ質問をしていくような動画にしようかなっていう感じでございます。あー、嬉しい。バレー系ということでね、せっかくなんでこうストレッチしながら、まあこうバレエダンサーあるあるなんですよね、こうストレッチしながら。確かに。なんかよく普通の人からしたら態度悪いって思われる。ああ、確かに。なんか私もバレエの世界からお笑いの世界に行って、普通にこう出番も待ってる時でこうちょっとこうするじゃないですか。ほんならなんか、なんでお前そんな態度悪いってめっちゃ言われるんですよ。ああ、確かに。これが、これ結構かしこまってる方。そう、なんかレッスン後とかなんかバレエダンサーこんな感じじゃないですか。確かに、みんなこんなんでこうしてなんか携帯触ってきた。これで今日は対談トークをやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、一応多分ね、ほとんどの方ご存知だと思うんですけれども、いやいや、 0.1% の方のためにちょっと自己紹介を。吉本新喜劇の女優兼バレリーナ芸人っていうちょっとやらせていただいてる兼、吉本坂46っていうアイドルもやってて、兼 YouTube もやらせていただいてる。まだ兼するかもしれませんけど。まあ一応僕もね、まあバレエ最近怪しいですけれども、まあ、バレエ系ということで。いや、まあ、怪しくない。怪しくないですか。十分ですよ。一番すごいです。バレエ系で、まあ、こう2人でやってる感じですけれども、はいはい、もうだから大阪の血が入りまくってるとこに一番いるって感じです。ああ、ちょっと僕の話は面白くなかったら、いやいやいや、突っ込んでいいので。よう言えないですよ、十分面白いし。この前の動画見ましたか。なんか私の話してるやつですか。あの頃ってやっぱ私の話題をこう取り上げてくださる方たくさんいらっしゃって、山海さんは絶対こういうのやらへんやろなと思ったんですよ。ああ、そうですね、ちょっと迷いました ね。だからやるタイプじゃないっていうイメージもあったし、私もああいうのはあんまり発信するものではないかなと思ったりしてたんで、本当見たんですよ。やっぱ賢いんで本当に分かりやすくなんか噛み砕いてくださって、感動をしました、本当に。でもなんか吉本がちょっとあれないなって言ったんですよ。本当ですか。でもいい意味でもあると思うんですけど、ほんとびっくりしたのがバレエの人じゃない人からなんか YouTube で流れてきたっていうぐらいだったんで、私の宣材写真ボンって載せてたから、なおさらなんか宣材あれ勝手に使ってるよなとか。でもそんな悪いことじゃないし、私はいいんで、私が良ければいいんですけど、すごいとこまで届いたし内容が良かったから、皆さんがすごいなんかよく言ったんじゃないけど、私もなんかすごい賢いなと思いました。まさか上げてくださるとはって。そうなんですよね。なんかこう、まあ、すごい迷って、まあ、勝手にこう名前出すのもあれだし、まあ、一応このあの時点で、まあ、ちょっとうっすらまあやっぱりコラボ決まっていたというか、そうですよね、そこもあったので、まあ、ちょっと踏み切ったというか、はい、僕的にはそうですね、まあ、ケッケさんの話もそうだったんですけども、結構動画をご覧になった方は思ったと思うんですけども、後半なんかもうケッケさんの話したいんですよね。確かに。まあ、なんかそういう話って、まあ、今後もやっぱりこのバレエ界の業界でこういう問題っていうのはこう多分出てくるし、誰かしら僕でもケッケさんでも他の人でも毎回毎回そうやって炎上するっていうのもなんかあれじゃないですか。一旦こう整理して、あ、こういう風に僕は考えていますみたいな感じで、業界にとってもいいのかなっていう感じで。いや、さすがやなと思いましたよ。ケッケさんを、まあ、勝手にきっかけにさせてしまってあれなんですけども、そういう話を結構ずっとしたかったので。ああ、でもよかったです。なんか私のあれの一件でいい意味でも悪い意味でもバッと広まったのは、知らない層からしたら、あ、意外とこんなことあったんやなとか、いろんなことにつながったので、まあ、なんか分かんないですね、これが、まあ、複雑だとはね、私が一番結構大変やったので。そうですよね。なんかどっちの世界も分かる、芸人としてのプライドももちろんあるし、バレエの皆さんのプライドも知ってるから、いまだに正解出てないんです、正直。そうですよね。むっちゃ難しい話、いきなりしてる。いきなり真面目に入っちゃいましたけど。いやまあでも本当に、そうですね。なんかこう、僕、こっち来てからも、いろんな方となんかコラボさせていただいたりとか、お話聞いたりするんですけども、まあやっぱりこう、インフルエンサー、やっぱりこの業界の中の壁みたいなのは、もうみんなぶち当たっているので。確かに、まあみんな、言ってないだけで、私たち知らないだけで音楽業界とかあるんやろなって、たまにやっぱ耳にするし、
それがついにバレエ界にも来たかっていう。そうです、ね、たまたまその段階なのかなって感じ。広く見たらバレエ界はやっぱりこう保守的な方が多いと言いますか、まあ、僕もまあ言ったらそうなんですけれども、まあ、多分そうですよね、まあ、バレエをずっとやられていたので、 そうですね、まあ、そこはやっぱりこう理解できるっていうのはあると思うので、こんな真面目でいいですか、ね、すいません、ね、私じゃあ私真面目な動画出したことないんで、ね、本当ですか。ブランディング的にまずいですか。全然大丈夫、ずっとこのままでやってくださいじゃあよく言われるのが、あの私、まあ、キャラ的にというかやっぱお子様を見てるし芸人っていうのもあって、印象がやっぱ私ってこうガキだと見られてることが多いんで、そういう風に言われるんやろなって感じもするんですよ。だからあ言いやすいというか、むしろなんかそのすごい賢いイメージもある方がそう言ってくださったことが、あーおーみたいな、これはいいっていうことで、じゃあ大丈夫ですか。これいいと思います。よく炎上されてるじゃないですか、はい、最近炎上でご飯食べてます、はい、ここまで逆に日本のニュースにドーンって出たりするのはそれこそ最近なんですけど、それまでの方がすごかったな。メンタル的にはもうそういうの言ってくる人ってすごい見てるじゃないですか。ああそうですね、あん時こう言ってたのこうやった、あん時はこうで、めっちゃ見てくれてるやん、いやファンやんみたいな、よくあるんですけど、意見を言ってくださるとか。最近の方が実は私あんまりダメージはしてなくて、ね、昔の方が殺す系の殺す系本当にザ・非防止抽象的なのが殺す系やばいですね。はい、どっか行った。意外と近い人とかね、いたしました。あれなんでこれ知ってんのやろとか。これはでも正直バレエ、YouTube 問わず芸能界はよくあります。あ、そうなんですね。なんか何で知ってんのこれっていうのを知ってるってことは近い人とか。意味わかんない話しますけど、はい、なんか殺人事件とかってやっぱ身内とかが一番多いみたいな。そうなんです。でも全部ひっくるめて今の私がやることはもう人生楽しんだもん勝ちということで、まあそうなりますね。もういろいろひっくるめてそうなんですすごいなっていうのは思ってて、って思いますか。強いなっていうのが、いや強なりましたよ、ほんま。最初それこそなんかちょっと言われただけでもそうだって。そう、普通なんかやめようはなかったですか。いや、それこそ、まあ、あんまり言ってないですけど、新喜劇に入ってバレエっていうなんかまあポジションじゃないけど、バーっていろいろバレエ要素も入れてたんですけど、そして逆にその新喜劇とかお笑いファンの方からガーって言われてたし、でそれがまあ形になって、まあ、ある程度認められたら次バレエ界ってなってバーってなったから、ずっとこんな感じで私が。そうですよね、イコールいい感じに浸透してきたというか。そうです、言われれば言われるほど私見られてるんやっていうので、まあ確かにこうバレエもそうだし芸人もそうだし、見られないことには始まらないですからね。そうなんです。知ってもらってからがスタートなので、私たちは最初はすごいきつかったですけど、1週3週ぐらい回りましたね、楽しく。3週本当に応援してくださる方をまず大事にしようとか、支えてくれる前の関係者友達を大事にしようしかも思わなくなりました。それこそ僕はこのバレエ広めるよって言ってチャンネルやって、そのバレエ関連の動画ってあんまりこう出してなくて、あ、まあ、だからこそこうバレエ業界の方にはこう足をあんまりこう踏み入れてないというか。そうなんですね。バレエ業界の人も、あ、山会なんか勝手に YouTube の世界でなんかやってんなみたいな、多分感じかな。いやでもそんなことみんな知ってるし、逆にすごすぎてみんなが手つけてないって高根の花状態なのかなって思う。あ、そうなんですか。私はそういう印象です。日本いるからみんなの直接声聞くんで、逆になんか私が芸人もやってるしそういう仕事もやってるから、バレエの仕事の間に入った宣伝とかお手伝いするっていう仕事があるっていうのは私も両方にとっても嬉しいんですけど、今それが結構今ドーンってきてるんで、バレエを知らない人とかバレエに興味あるけどあんま踏み入れてないって方とかが見てくださってるのが多いから、本物を見たいなって私を通してこう案内人ぐらいの感覚なんです、自分的には。そのつもりでやってる仕事がすごくなんかけなされることがすごく多いんで、そこが今の一番の課題というか。そうなんですよね、まあ、結局、まあ、時間が解決するとか、それこそまあやってく活動をしていくうちにこうどんどん浸透していくとか、他の人にもそういう活動の理解が深まるとかあると思うんですけども、それをこう口で言いたかったのがあの動画に繋がったんですよね。解決策というか、すいません話戻しちゃって。いやいやいやあのその松浦恵子としても喋ってるんですけど、はい、普段の感じで喋りました。あーよかったよかったよかった。だからそれがどうなるか分かんないですけど吉本の人に消されないですか。あ、それは大丈夫です。あ、それ大丈夫です。吉本の人は一旦消えとこう。いや逆に吉本の人は今の私の意見の方側なんですけど、
けど、地元もまあぶち切れることももちろんそのなんで言うたら、たまに芸人さん、その人たちも敵に回すような言われ方もする時もあるから、芸人のくせにみたいな、所詮お笑いやのになんでバレーにみたいなのがやっぱ多いから、いやそれはちょっと待ってください、ね、そういう怒り方なんですね。いやなんかそれ嬉しいですね。なんかそういうなんかプライド持ってる人僕結構好きで、吉本は逆にそのバレーそんな知らないけどすごい知ってくるよと今してて、いやなんかすごいいいですね、吉本家族身内をそうやって理解を深めたいし、言われたり言われたりプライド持って怒れるし、でもかっこいいですね。なんかみんななんか一回吉本の人何人かその炎上をねこう話し合って、ボロ泣きして、もうそんぐらいでもみんなこうなんか大丈夫やみたいな、皆さんが思ってるより吉本大騒ぎになりましたよ。そうなんですね。そうなんです。でもそれはいい意味でもあるかなって、バレーがついにこうここまで動いたかという。いやもう本当になんかやれることたくさんあるというか、いやいやいやそんなかけられてますけど、芸人さんってなんかもういろんなことやられてるじゃないですか、やれること多すぎて、なんかどういう方向性でいきたいのかみたいなのが、いつの間にかこんなバレエもバレエみたいなやり方やっちゃってるんで、元はといえば私普通にお笑いがただやりたかったっていうところがあって、ああそうなんですね、さっきの最初の言ったようにいろいろやってるんで私って、ケンケンどれも手は抜きたくないですよ、それぞれのファンがいるんで、うん、じゃあ YouTube を見てないっていうファンの方ももちろんいるんで、ファンの方もそれぞれ大事にしたいと思ってるし、うん、いやでもなんかいいですね、こう周りに流されないというか、いや流されてたら十分終わりだと思います私みたいな、ってぐらい結構私も今こんなに責任感あることをやらせてもらってるんだなっていう、いやすごい、僕もう結構自由でやってるというか、もう流されてあこれもやりたいあれもやりたいなんて、いやここは素敵、そこ応援してくださってる方をいい意味で裏切られるようにっていうモットーのことやってるので、常にその気持ちはあるんで、いやいいですね、あの素晴らしい、それだけです。どうなるかはお楽しみに、お楽しみに、はい、お楽しみにの方がいいですね。はい、今回は時間的なあれなんですけども、次回は踊ってみたみたいなの、あぜひ、はい、こんな感じで今回ちょっとねコラボやってみたんですけれども、まあ僕らは結構そのバレエ界、まあ、芸人さんでもありますけども、新しいことを結構やっているので、まあ僕らとしてはねこういう新しいことやってます、僕らは正しいみたいな感じで、いやいや間違えてるでしょみたいな、こういう声も理解もあるつもりで、はい、もちろん、まあ、はい、元はといえばそれは当たり前だと思ってやってるんで、はい、ちょっと離れた話をすると、まあ、僕海外にいるので結構海外 YouTuber もたまにチラチラ見てるんですけども、バレエ系 YouTuber でこんだけこう伸びてるって世界的に見てもないですよね。あー確かに、ただ自画自賛なんですけど、いや私はでもほんま大したことないですよ。っていうのも、まあ、日本のバレエ人口ってこう世界的に見ても一番多い、そうなんですよね、意外とそれのこうおかげでもあるのかなっていう、僕らのこうチャンネルが伸びてるっていうのも、そうかも、ありがとうございます。いつも皆さん僕ら新しいことしてますけれども、まあ、今までこうバレエ業界でねこう活動されてきて、尽力されてきた方々の今までの努力や功績のおかげで今があると、私たちがこうやって自由にチャンネルを通して発信したりとか好きなようにやってきてるのは、今までの頑張ってきた皆様のおかげで今があるというのは重々承知しております。その恩恵を受けているので、はい、これからあの僕も責任持っていや、はい、私も責任持たなくていいですそこがいいとこなんでね、すごい勉強になりました。いや真面目すぎてすいませんでした皆さん普段は、まあ、楽しい動画やってるので、はい、やばい、私のほんまにこうバーっていうキャラを好きな方はもしかしたらなんかあれ、あまあでもそこも愛して、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル見てください、概要欄にあります。そんな感じで高評価お願いします。それではバイバイ、ありがとうございます。We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up your track of